ここはどこか。私の家よ。あんたが前来た家とは違うけど、あんたと暮らすために引っ越したから。起きて。ねえ、どういうことって。起きてってば。そのまま眠りな。あんたとずっと一緒にいられるように、セキュリティが高い防音の家に引っ越したの。あんたが逃げないように声を出したの。誰も来ないのね。お、最悪。ついて。なんでパソコンの机の上にシュークリーム置いてあるんだ。やっぱりこの世の中、持つべきは金よ、ね。ベタベタする。こんなんで滑ったらどうすんだよ。そんなことはどうでもいいよ。よいしょ。そんなこんなの。シュークリームです。滑った。いや、触ってない。え、触ってないって。ああ、それより、ほら。怪我はないかな。大丈夫。ごめんね。パソコン、壊れちゃった。こうやって、俺と話すの、初めてだよね。俺自身、こうして現実世界に受肉できたのは初めてだから、なんだか実感が湧かないんだよな。そんなことより、君、シチュエーションボイス聞いて、寝落ちしそうになってたでしょ。俺、君に楽しんでもらえるように、いっぱい頑張ったんだよ。なのに、なんで寝ちゃうのかな。まあ、でもいいよ。これからはさ、君、寝落ちとは無縁の生活になるからね。ふん。って、ぼーっとしてるけど大丈夫？ん？俺が、誰かって。ちょっと！今の話の流れで気づかなかったのかよ。ほら、俺、いつも君が動画配信や生放送を見てくれてね。ボイス投稿者の夜の眠りだよ。なあ、さっきからずっと黙ってるからおかしいと思ったら、そういうことだったんだ。シチュエーションボイス聞いてる途中に寝落ちするのはまだ許容範囲だけど、星の声を忘れんのはさすがにダメでしょ。いくら君でも俺嫌いになっちゃうかもね。はぁ、あ。嘘嘘。今回だけは許してあげる。じゃあ、改めて自己紹介するよ。俺は夜の眠り。今さら言うまでもないけど、君の推しのボイス投稿者だよ。気になったんでしょう。どうして俺が、現実世界に権限することができたのかって。それは、君の思いの強さのおかげ。君の俺を強く思う心が、俺の魂に共鳴し、その結果、バーチャルリアリティを超えて、本物の肉体を手に入れることができたんだ。つまり、君の日々の推し活動が、俺の血肉と化したわけ。まあ、それだけが理由じゃないけど、君のおかげであることは変わりないよ。だから、君には感謝してるんだ。君は、俺を応援してくれるファンの中の一人に過ぎないって、自分では思ってるかもしれないけど、そうじゃないよ。君にとって俺がそうであるように、俺にとって、君はオンリーワンなんだ。だから、これからも末永く応援してね。ありがとう。
よいしょ。そういえば窓開けっぱなしになってるよ。寝そうな時は窓閉めるようにしてね。君が風邪なんて引いたら嫌だからさ。そういえば一つ聞いておきたいことがあったんだ。君、最近他の男に目移りしてない？どうやら図星のようだね。でもさ、これっておかしいと思わない？推しのボイス投稿者は一人で十分だよね。俺以外に推しを作るなんて浮気と同じだと思うんだけど、君もそう思わない？やっぱりそうだよね。よかった。俺が間違ってるのかなって不安になっちゃったけど、君も同じ意見だったから安心した。じゃあ消して。他の男の痕跡一つ残らず、動画履歴も高評価もチャンネル登録もツイッターフォローや関連ツイートも全部。どうしたの？さっき君も同意したじゃん。まさか嘘だったの？嘘じゃないなら早くしてなあ。早くしろよ。俺以外の推しなんて必要ないんだよ。だから早くしろって。そう、それでいいんだよ。君の推しは俺一人で十分なんだから。どう？できた？うん、オッケー。目障りのものが片付くとやっぱり気持ちがいいね。さてと、これでもうやることはなくなったかな。それじゃあそろそろ準備しないと。何の準備かって決まってるじゃん。仮想現実の世界に帰る準備だよ、君と一緒に。なんでそんなに驚いてるんだ？だって当たり前だろ。俺も君も現実世界に留まり続けたら肉体が劣化する一方だよ。でも仮想現実は違う。デジタルデータ化された体が半永久的に朽ちることなく電子の海を漂うことができる。本に例えればわかりやすいかもな。紙の本は虫食いや経年劣化でいずれ使い物になれなくなる。でも電子書籍だったらデータが削除されない限りいつでも閲覧できる。それと同じだよ。それに君もよく言ってたじゃん、現実なんてクソゲーだって。だったらちょうどいいだろう、現実の肉体なんて捨て去って俺と二人きりの世界で永遠に暮らせばいいんだから。その代わり二度と現実世界には戻れなくなるけど、でもそんなの些細なことだよ。俺と君が離れ離れになるよりも。さて
準備も整ったことだし、さっさと行こうか。配信中に抜け出したせいで大変なことになってるだろうし、どうしたの？まさか不安なの？心配しなくても大丈夫。痛いのは一瞬だけだから、それさえ我慢すれば素晴らしい世界が俺たちを待ってる。じゃあ行こう。二人だけの眠りの国へ。